皆さんお久しぶりです。トラウマ界ナンバーワン美少女、霊夢ちゃんです。界ナンバーワンか。それは納得なんだぜ。今日は、カカシのゲームチャンネルさん、なおゆっくり実況さんとのコラボ動画だよ。なおさんが作ってくださったコースで、私たちとカカシさんがタイムアタックで勝負するんだぜ。勝ったら何かあるのかな？それは私もまだ知らないんだぜ。後日なおさんの動画で結果発表動画が出ると思うから、それを楽しみにしていてくれよな。それでは本編、始まるよ。くる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 るるるマリオメーカーやっていきます。今回お送りするのはなんとゆっくり実況のナオさん、あと自業でマリオメーカーの投稿をしていらっしゃるカカシさん、この2人とのコラボになります。イエーイ、やったぜ。今回の内容なんですけれどね、まずナオさんにコースを3コース作っていただきました。そのコースを私とカカシさんがそれぞれクリアして、どちらがタイムを早くクリアできるかという勝負になります。このね、今画面映ってると思うんですけれど、マリオ牢屋からの脱出2、テレサの迷路お化け屋敷チャレンジ、100秒ピンクコインチャレンジ、この3コースですね。それぞれプレイして、どちらが早いか競う、コラボになっています。そしてね、その僕とカカシさんが動画を出した後にナオさんが、まあそれぞれの結果発表というかね、そんな感じの動画を出す予定になっていますので、よろしければ、私カカシさん、ナオさん全員の動画見に行っていただけるとありがたいと思います。リンクも貼っておく予定なのでね、よかったらぜひ遊びに行ってください。というわけで早速最初のコースでプレイしていきましょう。はい、まずはこちらですね。マリオ牢屋からの脱出2、クリア率が 2.6% ぐらいでしたでしょうか。226分のまあいくつか6ですね。ベストタイム今タックマンさんが持ってますね。56秒でした。実は私このコースの1の方をクリアしたことがあるのでね、これは割と有利なんじゃないでしょうか。これですね、旗マーク消えちゃっていますけど、マリオ牢屋からの脱出、私これクリアして確か動画で上げたと思うんでね、このコースでカカシさんに負けるわけにはいかないぞ。できればね、タックマンさんのベストクリアタイムも更新を狙っていきたいと思います。遊んでいきましょう。マリオ牢屋からの脱出2。そうだね、大体似たような感じ。あ、キノコも危ない。今回は違うのはなんだ。やっぱり右側の度数を落とすのは同じっぽいけど、こうか。あー、はいはいはい。あ、でもキノコはいっぱい来るんだね。それがちょっと優しいのかな今回は。オッケー、わかりました。このガスバーナーのタイミングをうまく見極めつつやれっていうことだね。どうするの、何回落とせばいいんだろう。結構回数多そうだな。まずは当たらないことを最優先に。あ、もう当たってる。何言ってるんだろうね。よっしゃ、怖いよ。これでいいかな。どこら辺まで近づけば落ちてくれるのか。結構近づかないとダメっぽいな。あー、キノコ取りたーい。よかった、取れた。これで、あ、もうやられちゃったよ。ちょっと早すぎませんかね。あれ、うそー。はい、これがもう結構な回数挑戦してますよ。意外とね、難しい。昔から思ってたけど、このコースクリアするだけでも難しい。クッパが右に2体、左に1体、青のなんだ、なんていうんだっけあいつ、トゲメットか。青のトゲメットと赤のトゲメット、それぞれの攻撃をかわしながらドスツン先輩を落としてやってクリアを目指していくという仕組みのコースになっています。まあ、仕組みは簡単なんだけれどね、それを避けるのが難しいんだわ。これがもう一回来い、もう一回来い。縮小ダメか。キノコも打ち止めかな。2個で終わりかな。もう一個ください。てかこんなに当たらない。あ、もう一個来てるじゃん。やったぜ。1,2,3,4,5,6、 あと6マス。はい、いけるか。2つ落ちろ。3つ落とすのはやっぱり無理だな。
ここだ。よし、行ったじゃないか。ここで避けて、これはおかしないな。あ、ダメか。やっぱり今の結構ギリギリ行ったんじゃないかとも思ったけど、もう一回来い、もう一回。よし、2回落としてた。敵の子を1個ストックできている。これは大きいんじゃないの。できればもう一回落ちてくれ。無理か。しょうがない、しょうがない。落ち着いていこう。キノコ補充、あ、最優先。あ、しまった、2個とも無駄遣いした。お、なんかスターが来てる。あのスター使えばその時間で一気に落とせるんだろうけど、タイム的にはきっとスターが来るまで待ってたらやばいんだろうな。あと3つ4つ5つもう見てる余裕が全然ないよ。2つか、来い。これはもうゴリ押しだ。ダメだ。いいんじゃない、いいんじゃない。ゴリ押し、ゴリ押し。あとは扉に入るだけ。よいしょ、やったぜベイベー。タイムは438秒、残りということで、じゃあ、ドラムロールやろうと思ったんだけどタイムが早すぎた。ダララ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 ラ1分2秒716。たくまさん早いな。あとドッスン1、2回早く落としてあげないとダメか。しょうがない、たくまさんには勝てなかったけど、これでカカシモンにかかって出てること祈る。いいねして、次のコース遊んでいくよ。オッケー、牢屋からの脱出2クリアしました。ありがとうございます。次行くぞ。はい、お待たせいたしました。第2番目のコース、こちらですね。テレサの迷路お化け屋敷チャレンジ。クリア率は 26% なんで、クリアするだけだったら割と簡単なんでしょうかね。このコースもベストタイム、タックマーさんが持ってますよ。やばいね、さっきのコースもタックマーさんだったからね。このままじゃ私とカカシさんの勝負なのにね、タックマーさんに優勝を持っていかれてしまう。なんとか勝ってやるぜ。テレサの迷路お化け屋敷チャレンジやっていくよ。これ左側綺麗でしょ、左側いけるでしょう。アミーボ。お、ゆうちゃん。あ、入れないか。これ上には届かないね。よし、進んでいくよ。うん。どうも、あやさきゆうでーす。上行ってみる。こっち。はい、扉お邪魔しまーす。から、うわーお。そっかそっか。テレサのお化け屋敷チャレンジだもんね。ここはやっぱり難しい方に行くのが正解だろうということで、上狙ってみましょう。中間が下の方に見えてるけど、あっち行くのかな。土管お邪魔しますからの、なんか勢いでこっち来ちゃったけど、いいのかな。残り467秒、早くクリアしたいぞ。あ、ゴール。これ早いんじゃない。35秒でクリアしましたよ。いや、これタックマンさんに勝ったでしょ確か。上のゴールもあるけど、どっちでもいいんだよね、多分ね。あ、負けてる。そうか、タックマンさん31秒か。これ最後ゴリ押しでくれば勝てたな。テレサの迷路お化け屋敷チャレンジ、ナオさんのコースクリアしました。いいね。して、次のコース、最終コースやっていきまーす。はい、お待たせいたしました。カカシさんとナオさんとのコラボ最後のコース、こちらですね。100秒ピンクコインチャレンジ。わうー、パフパフパフ、どんどんどんということで、今回ベストタイムを持っているのは1分8秒ショウさんという方ですね。クリア率 6.9%、 約 7%。 早速遊んでいきましょう。ここまでね、私カカシさんにきっと勝ててると思うんでね、このコースを勝って3コース全勝を決めてやりましょう。いきます。止まってちゃダメだろうな。はい、赤コインを取っていくコース。もう落ちちゃった、しょうがない。先に土管の様子見てこよう。ファイヤー、キュッパがいる。これは倒すぞ。
ケッパーどう考えたか倒せ。こいつが鍵を持っているんでしょう。赤コインを振ってのパウを叩いてのはい、上に1枚赤コインがあるね。 P スイッチを押して P スイッチ、あ、さっきのところか。メット被るのかな。あ、なんかすごい、これ時間的に無駄な動きをしてる気がする。くそ、これでっかいままじゃ辛いやないかい。どうしようどうしようどうしよう。しょうがない、先に周りの様子見てこよう。そうだ、最初のクリアタイムで勝てればいいんだからね。初挑戦でベストタイムを出す必要はないんだよ。こうやって赤コインを取ればいいのか。いくぜ、あと何枚だ。あと5枚、残り55秒で半分か。きついな。これは叩いておいて、赤い砲弾を、あー、一発で決めていきたい。よいしょ、スタに捕まっていいじゃない。これファイヤー取らない方がいいのかな、もしかして。残り36秒、あ、しまった。ここでまたダメージを食らわなきゃいけないのがかなり無駄だ。どっちから行こう。バネ、バネから行く。私はバネ、私はバネってなんだろう。いいんじゃない、戻れてるよ。早い早い早い。あとはここの1枚か。ここで、これ苦手。よし、取った。残り20秒、クリアしたでしょこれ。やったよ、初挑戦でクリアしちゃった。タイム的にはどうかわからないけどね、これをこれでいいんじゃないですか。レコパンチが激しいね、さっきからどのコースも。あー、やっぱり勝てないか。100秒ピンクコインチャレンジ、1分21秒383、このタイムでカカシさんに勝てるでしょうか。いいねー。はい、それでは今回ですね、ナオさんとカカシさんの3人でコラボいたしました。マリオ牢屋からの脱出2、そしてテレサの迷路お化け屋敷チャレンジ、最後が100秒ピンクコインチャレンジ、ということで3つのコース遊びました。このうちいくつのコースでカカシさんに勝てたでしょうか。勝てた方にはね、なんとナオイさんって誰だ、アオイさんからね、ナオさんとアオイさんが混ざっちゃった。アオイさんからね、ご褒美があるかもしれないですからね、私全力出しましたよ。よし、勝ててることを祈る。アオイさんは私のもの、私の嫁、カカシさんには譲れない。よし、はい、そういうわけでね、今回3人でのコラボこれで終わりにしたいと思います。ぜひ、3人の動画見に行ってね、どんな風になっているか見比べてみてください。では今回はこの辺りで終わりにしたいと思います。次回の動画もまたよろしくお願いします。ここを噛んじゃダメだよね、もう一回やり直そうかね。はい、今回はこの辺で終わりにしたいと思います。次の動画もよろしくお願いします。次回はあなたのコースにくるくるくる。今日もご視聴ありがとうございました。ゆっくりと楽しんでいただけたら幸いです。もしよろしければまたゆっくりしに来てくださいね。チャンネル登録と高評価をいただけると尻尾を振って喜びます。これからも皆様に楽しんでいただけるよう、うく主も私たちも頑張ります。それではまたお会いしましょう。明日も楽しい一日がきっとやってくる。